私のおじさんに横笛を上手に吹く人がありました。横笛といっても日本の横笛ではなく西洋風の横笛です。銀の押さえ口のついた面白い音を立てる横笛です。その横笛を聞いていると鳩の鳴いているような寂しい感じがします。おじさんの横笛はとても上手なので時々音楽の団体から雇いに来たこともありますが、おじさんは一度も行ったことはありません。おじさんはいつでもたった一人で横笛を吹いていました。人が吹いてくれと言えばいつでも吹いて聞かせますが、気に入らない時はどうしても吹かないのです。変なおじさんですね。このおじさん、もともと音楽者ではありません。おじさんは22歳の頃、あるキリスト教の学校を卒業して、ある教会の牧師さんになったことがあります。ところが、おじさんには教会の人たちのすることが気に入らないので、間もなく教会を辞めてしまいました。おじさんに言わせると、教会の牧師さんたちは、みんな嘘ばっかりついているというんです。神様の道を説きながらちょうどその反対のことばかりしているというのです。おじさんは教会を辞めてから何にも仕事がないので困ってしまいました。ある時街をぶらぶら歩いていると、ある一軒の古道具屋の店の奥の暗いところに西洋の横笛が一本立てかけてありました。おじさんはその横笛が欲しくてたまらなかったんですが、お金がないので買うわけにはいきませんでした。おしまいにおじさんは学校で使った本などを売って、そのお金でようようその横笛を手に入れました。おじさんは学校時代にマンドリンを弾いたことはありますが、横笛を吹いたことはないので、初めのうちはどうしても音が出なかったんです。ですから、横笛を吹くのだけはやめてくれませんかと下宿人から苦情が出たほどでした。しかし熱心なおじさんは 1,2 年間のうちに立派な横笛吹きになってしまいました。おじさんはこの横笛でおじさんの大好きなシューベルトの菩提樹や子守歌なども上手に吹けるようになりました。おしまいには糸車のマルガレーテやソルベージの歌などまで立派に吹けるようになりました。おじさんは横笛を一本持ってよく町へ出て行きました。おじさんは自分の肩から太陽と書いた布をかけて一軒一軒横笛を吹いて歩きました。世間の人は気違いになったのだとか、こじきになったのだとか噂をしました。それでもおじさんは平気で横笛を吹いて回りました。大抵の家では戸を開けてみて手を振って断るばかりでした。おじさんは断られると平気で次の家の軒下に立って横笛を吹いていました。お金をくれる人があればそのお礼におじさんは横笛を吹いてやるのです。町の人々はおじさんの肩からかけた布を見て、太陽だとよ、何が太陽で、と大笑いをしました。おじさんもその人たちと一緒に大笑いをしました。ある時おじさんはにぎやかな町のカフェの前に立っていつものように横笛を吹いていると、カフェの中でお酒を飲んでいた一人の客がおじさんを自分のテーブルのところへ呼びました。おじさんは呼ばれるままにその人のそばへ行くと、その人はいきなりおじさんの横笛をつかんで、君は何でもやれるんかい?と聞きました。おじさんは笑いながら、私の知っているものなら何でもやりますと答えました。そうか、そんなら島の娘を一つやってくれと注文しました。おじさんは島の娘を知らないのでもじもじしていると、その人は荒々しくおじさんの横笛をひったくって上手に島の娘を吹きました。
カフェの女給さんたちは手を打って喝采しました。おじさんはその人の顔をよく見ると、昔進学校時代に一緒に音楽をやったことのある友達です。ああ、私は昔あなたと一緒に音楽をやったもんですとおじさんが言うと、その人急に不機嫌になって、僕らの学校も古事記音楽賞を出したのかなと言って、横笛をテーブルの上に荒々しく投げつけました。おじさんは投げつけられた横笛を大事そうに取り上げてそこを出ました。おじさんはまた平気な顔をして横笛を吹いていきました。